いつもこう動画にしてこんな感じで縫ったりとかしているんですが、まあ、大体写すところ針の先っちょだったりサブテンションを写してみたり、もしくはボビンの中を写してみたりはしてたんですよね。表しか見せないこの発泡ミシン、今回はちょっと裏を覗いてみようかと。それと吊り下げ定規どのようについてるのか、細かいところですね。まあマニアックすぎてちょっとためになるかわからないんですが、見てみようと思います。じゃあ最初、まあいきなり裏から行っちゃいましょう。ぐるりとこうなってるんですね。これが発泡ミシンの裏。なかなか売ってる画像でも裏を見せる画像ってなかなかないと思うんで、持ってる人は相当興味のあるところなんじゃないかなと思って、よくちょっと見てもらおうかと思いますね。一番このミシンで個性的なところ、これですね。プーリーがついてる。イコールこうベルトを通してここらにサーボモーターつければモーターで回せるっていう感じですね。そこはどうなっているのか。シャフトがここまで通ってて、こっからのシャフトがここのクランクのここまで通ってる。長さがだいたい15センチの長さ、このプーリーをつないでおりますね。横幅がだいたい15センチ、そして太さ12ですかね、12ミリ、12ミリのこういう鋼材ですね、丸い棒の鋼材を入手しまして通して作ったんですね。ただこの12ミリの丸棒をただ通せばいいってわけじゃなくて、クランクのこの軸部分、この軸部分に空回りを防止させる、なんか角みたいなのが入ってるんですね。それをネジ穴を開けて、まあ見てもらうのが早いか、クランクをちょっと外してみますね。このナットの回転方向は正ネジで左回しで取る感じですね。そしたらちょっとプーリー外してみちゃいますね。プーリーじゃないよ、クランクか。これを外しますね。はい、取れましたね。こんな感じになってるんですね。クランクの裏側っていうのはこういう溝が入っていて、空回りをさせないように作ってあるんですね。これですね。そしたらですね、12の太さ、こっからが若干細くなってて、でここがネジを切ってあるんですね。こっから全部ここまで作ったんですね。どんな風に作ったかっていうと、こういう感じでドリル加えて回しながら、この部分、くびれ部分をサンダーでガー削って細くして、最後にここネジをダイスっていうものを使って切ったんですね。そうしてこの芋ネジのタップを開けたんですね。そうすることでクランクにつく太さになったっていうことです。12ミリのままズドンって通してしまうと、このクランクの穴に合わないんで細くする必要があったんですね。こんな感じで貫通させてタップを入れて、ここに芋ネジでここ引っ掛けて空回りをさせないっていうやり方をとっております。そうしてこっからプーリーの太さ14ミリぐらいですね、確か14ミリだと思ったけど、14ミリの丸棒を12ミリと溶接でくっつけたんですね。確か14で合ってたと思うけど、まあ14溶接でくっつけて作りましたね。これ結構苦労しましたね。12ミリの丸棒だけだとできないんですね。これは削り出して12ミリから何ミリだか、9ミリか10ミリかそのぐらいに細くして、ダイスというものでネジを切って、ここに穴を開けてこの芋ネジをつけたと。でちょうどこの溝がこんな感じで入るわけですね。元に戻していきましょう。よし、でこれで締めれば元通りですね。ポイントとしてはですね、軸からプーリーにつなぐ12ミリから14ミリ、16ですね。内径16でしたね。プーリーの内径が16ですね。というわけで、言ってしまえばもっと簡単にやりたいっていう場合は、12ミリのシャフトを使うのは変わらないで、このプーリーの内径16ミリにしなくても、内側にガタガタしないようにこうスペーサーとか入れてもらえれば、わざわざこうやって16ミリに太くしなくても12ミリ
そのままズドンって通してもらえればプーリー自体はつけることができるので、16ミリにこう溶接して接合させてプーリーをぴったりつけるっていうふうに考えなくても12ミリでも最悪いけますね。まあ問題はここですね。まあ12ミリの棒さえ手に入れば、12ミリのどのぐらいだっけな、150だっけ、まあ170ぐらいあれば、12ミリの170の長さ、それをまあ大変だったのがネジを削り出す旋盤の機械を使わないでドリルに加えて回しながらサンダーでこうガリーって削るっていう作業をしたので、それが大変だったってぐらいで、まあやってできないことはないっていう感じでしたね。本当はこう旋盤の機械とかがあればものすごく楽に綺麗に作れると思うんで、こういう、そうだな、そういう鋼材を手に入れる環境にある人はもしかしたら旋盤とかも自由に使える環境なのかなと思うし、そうであれば相当加工しやすい部分ですね。まあプーリーを回せばこうやってこっちのプーリーも回るっていう感じですね。はい、そしたら次、吊り下げ定規、じゃあ倒してみましょうか。はい、これが下から見た状態ですね。吊り下げ定規がついてる場所、ここですね。こういう感じで、こうなってこういう風に定規がついてるんですね。この吊り下げ定規はポストミシン用ですね。こう下からポコンって足が出てる特殊なミシンがあると思うんですが、それ用の吊り下げ定規ですね。その吊り下げ定規をちょっと加工しまして、これもちょっと加工したんですね。確か最初はここの位置しかあのネジ穴が開いてなかったんだっけな、確か。うん、それでプラスしてここにも開けましたね。まあネジ1個だけだと絶対にブレるんで、ここがなので2つ開ける必要があったんですね。それで開ける際には、まあ本体にもタップを立てないといけないので、この辺を全部取ってバラして、でここを下パコンって取って、なんかこの中にバネが入ってて、それがちょっと厄介だった気がするんだけど、まああんまよく覚えてないな。まあとにかくここにタップを、本体にタップを開けてネジを2本つけた、まあ結構シンプルな作りですね。それでこれはこう緩めると、手で緩むんですね。手で緩めるとこうやって回転して、締めるとこう止まるんですね。なんでこうしたかっていうと、なんかこのミシンは結構勢いよくぐるぐる縫ってると、だんだんなんか振動でちょっとずつこうずれてっちゃうんですね。多分個体差にもよると思うんですが、この辺がちょっとなんつうかスムーズに回りすぎるというか、抵抗がなさすぎて回ってしまうので、結構縫ってるうちにこうどんどん動いてってしまうので、まあここネジ締めてストッパーにしましたね。そう、確かここ中にもう一個ナットが入ってるんだよな。確かそう、この中にナットが入って一本長い、こっから後ろまでネジがこう突き抜けてて、ネジがこうネジ山がこうあって、そのこの辺になんかナットがあったんだよな。しかもそれがちょっと回らないようにしてかしめてあるようなナットがあって、それを無理やり取って、ああって、確か、そのナットでなんかこの硬さを調整するような気がしたけど、いまいちよく覚えてないな。はい、そしたら吊り下げ定規はこんな感じですね。これは結構簡単ですね、さっきのこっちに比べれば。それで今度はその糸飛び、この腕ごとずらすっていう糸飛びの方法、糸飛びを押さえる方法、それはここ、この3つを外せればこの腕だけが取れるんで、でこのここの穴を広げてあげるんですね。最初8ミリだか何ミリだかで開いてた穴を10ミリぐらいに広げてあげて、ここに可動幅を持たせると、そういうやり方ですね。そうすればガコって寄るんで、おのずと、ボビンも左に寄ったり右に寄ったりするんで、針と、鎌の剣先が近づいて糸飛びを
なくせると、そういう方法ですね。あとどこがあるかな、あとは特にないかな。やったところっていうのは足ぐらいかな。この押さえの足、最初についてた純正品がこれで、純正品を加工したものがこうですね。肩押さえの逆押さえ、限られた用途で使う、あの持ち手を縫うことをしたかったので、この逆押さえにしたんですね。ここがすぐこう落っこってるから、こういう感じで持ち手の丸い部分が下に落とせていいんですね。これが元からついてた押さえですね。はい、純正ですね。こんな感じで少しは参考になったでしょうか。クランクのシャフトとかいろいろ挑戦しがいのある面白い変わったミシンだと思うので、できればスペアを持った上で加工をした方がいいと思いますね。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。